何見てんだ。で3本目ルミ子の撮影。日本酒紹介バラエティ2014、10月の回、あそかの3本目イエイイエイ。はい、今回は緑じゃないルミ子の酒、なんか絵が描いてある、ね、女っぽい、なんか大人の女性、酒作ってる人が女の子らしい。ルミコ。飲みたい。何ルミ飲みたい。ルミコさんっていうの。らしい。あきやがり。ルミコさんっぽいよ。なんかイラストが。あでもねこれねアルコールちょっと引く。めやな。やっぱそうだ。女の子が作ってるからな。あきやがり。女性に優しい。あきやがり。さっきもあきやがりあったけど。さっきもあきやがり。この季節の酒なんです。夏だったら辛口、うん、だから季節なのでその時にしか飲めない酒を結構入れてもらってます。あだから1ヶ月後にこれ飲みたいって言われたらもうないない。すごい。あ、じゃあチェリコかな。チェリコ、イエイイエイ、ありがとう。あ、おこぼれたて。大丈夫飲みます。飲みますね、諸事情に。いや、飲んだ飲んだ。あ、全部飲んだよ。帰る無理、無理しないで、うん、大丈夫。あとにね、酔わないんだ。はい、ありがとう。はい、またこぼれた。ありがとうございます。一回は絶対こぼれるっていうの。あ、じゃあお願いします。あ、そうだそうだ、私ね、OK。 ごめんね、なんか容量悪いね。いやいや、ありがとうございます。初めてだからね。そうだね。あ、もっと欲しいんだよね。このぐらいで大丈夫です。 OK。はい、やばい、じゃあ私ばっかなんてやったらない。いや、強い女性は。よじゃあ、いただきましょうかね。いただきます。ここがさっぱりな匂い。めっちゃ軽い。軽い。うん、軽い。確かに女性の人が、ね、これ、本日初辛口かもしれない、辛口っぽい。かな。辛口だけど、すごいさっぱり軽い。うん、なんか入れた瞬間が全然お酒の感じしなくて、後から、ふわってくる、ふわってくる感じ。あんまりきつい感じはしないんで、日本酒苦手な人でも飲めるかもしれない。あー、さっぱりかも。これこそ初心者向けなのかな。後からちょっとね、ちょっとお酒って感じが来るかもしれない。これはね、いただきます。青森県産。青森県。沖縄に東北行った。お酒的に、お酒じゃないや。お米的には徳島と長野と青森と広島使ってる。ブレンドされてるの。米と米麹使ってなくて純米酒だから。あ、ことはそこか。本当ね。米麹が。ほぼ 100% なのか。なんか純米酒だから、あの、なんで、アルコール、なんだろう、醸造酒とかが入ってない。そういうことか、なんとなくわかったかな。私もなんて、なんかあんま詳しくないからわかんない。よし、じゃあ調べます。要は発泡酒じゃないみたいな。まあ、そういうこと。そういうこと、イメージね。ごめん、基本ビールの話してね。ルミ子の3ルミ子の酒、秋上がり、うん、これかな。え、なんかルミ子の酒、爆発とか出てくるんだけど。待って、爆発出てるんだけど。ちょっと待って、これ、爆発、私言っていいやつだった。ちょっと待って、じゃあ、ちょっと待って、先に爆、あ、違う、先にじゃあ、この説明してから調べる。ね、ルミ子の酒、秋上がりは出てくるから。待って、爆発？これは、あ、でもこの酒は9号酵母らしい自信のある香りに、新酒の頃から半年間ゆっくりと熟成された純米酒。半年間。みんな熟成してたね。通常のルミ子の酒よりすっきり系。通常のが爆発。常温で味わう秋上がりを楽しむ。常温がいいのかな。うん、これも冷たいね。冷えてるね。今ちょっとお冷やにしてる。お冷や。ちょっと待って、ちょっと待って、本当に気になるから一回調べていい。爆発。爆発ってどういうこと？爆発してるの？爆発してるの？あ、はい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 、最大の特徴はガスが充満されてるということであり、そのまま回線すると濁りの部分が噴出してドロドロの濁りの部分だけが残ってしまうため、瓶を振らずに栓を押さえて金具を少しずつ開けてガスを抜くと飲みやすくなる。ってことは、あの注意点が。そうだね。ちょっと炭酸ガスが炭酸ガスが入ってるっていうこと。シャンパンみたいなことっ
っていうことかな。要は、あの、取り扱い説明書的な。まあ、ちょっと、あの、他のルミコの酒を飲むときは気をつけた方がいいかもしれないっていう。もしかしたらですね、もしかしたら、パン、まあ、なんかパンっていっちゃうかもしれない。シャンパン、シャンパン、こういうポンっていうのになるかもしれないから気をつけてねっていう感じかな。気をつけてね。わかんないけど、結構検索ワードが上の方に出てくる。だから多分調べたら出てきます。パーティーとかには向いてそう。うん、盛り上がる。だいたいこのパッケージでちょっとなんか、おしゃれだよね。逆におしゃれ。気になるよね。これ置いてあったら。なんかなかなか、シャンパンじゃないね。イラストが描いてあるっていうのは、なかなかないような気がする。すごい純粋っぽいよね。目がね。純粋っぽい。純粋っぽい目。なんかフチコみたいじゃない？そこのフチコみたいな絵が描いてある。そうですね。しあ、もうこれ飲みやすいよね。おいしい。え、なんか同じ日本酒でもこんなに違うかな。そうなんだ、やっぱ短時間で飲むからより分かる、ね、分かる。多分ビールだったらこんなに違う感じない気がする。日本酒だから日本酒は分かるよね。あ、じゃあ行きます。早速あ、じゃあ行きます。今度こそわけわかんないのは、はい、じゃあお願いします。行くよ。え、でももうこれ引いてみる。逆にね。逆にね。OK。行くよ。ヘイ。あ、待って、なんかわけわかんないの引いて。今まで。ああ、やばい。結局引いたか。意味がわかんないんだよ、これ。意味わかんないのね。いや、違う、これね、広がんない。広がんないかも。よくわかんない。広がんないし。じゃあ、しょうがない。もう一枚。見なかったことにしよう。よし。今の、ね、今のはもう NG。もう違う。NG。NG。チェック。これ広がない。チェック。はい。普通何もなかったかのように。どれだ。よし。猫の下引いてみて。猫だったらありだ。ああ。猫の下行くよ。一番下。はい。へいへい。出た。なんでこうなっちゃう？これ言える、言っていいの？言っていいの？言ってる。さっき言ったやつだよ。え、これ本人見てたら絶対引くわ。いい、あやり。私の黒歴史。はい、引いた人お願いします。いやー、これ、なんかもう1個しかないからね。黒歴史。1個しかない。これ本人見てたらマジごめんね。ごめんね、本人ごめんね。いや、中学の時に好きだった人をチャリンコで追っかけて、まあ、大人の私がやったら捕まるレベル。っていうのが黒歴史。待って、それは相手も知ってる。うん、同じ部活で好きで。え、マジ追いかけっこ。マジ追いかけっこ、チャリンコで待って待ってみたいな。マジ追いかけっこ。やばい。大人だったら多分もしもし警察ですかっていうレベル。やばいね。そうなんかね、すごい仲良しだったのに、うん、なんか夏休み明けにいきなり一緒にいてくれなくなって、あれ友達だったのにどうしたんだろうみたいな。で、部活一緒だったから帰り帰ろう、一緒に帰ろう、一緒に帰ったよねみたいな。追っかけっこが始まるっていう。でもね、そこで、ま、学んだから大人になったよ。なるほどね。ちょっと何か大人になったよ。子供のね、子供のね、夏休みちょっとね、ちょっと照れちゃってどうしていいかわかんなくなっちゃって。いや、そんなじゃないよ。疲れてるから、疲れてないから。ごめんね、今でもごめんなさい。もう迷惑かけないよ。まあでもそれはね、若気の至りだよ。若気の至りだ。そこで学んだからね。やっちゃうこともあるよ。そういう時もあるよ。そういう時もある。時もあるよ。もう高校生から真面目になった。なるほどね。本当にもうあの時は課題なるご迷惑を。でも想像して楽しそうだなって思った。その追いかけっこ楽しそうだなと思った。つまらない、つまらない。怖い怖い。夢に出てくるんじゃない？今でも夢に。チャリで追いかけられたらまあ怖いでしょ。あ、焦りはするけど。そう、なんか周りはね、もうね、なんか気にしてないんじゃないって言われるんだけど、個人的には絶対今でも嫌われてるなって。いつそれ？中学の時。だからもう今でも LINE とかしようと思ってもできない。申し訳なくて。追い目が、追い目が。いや、中学の時変なことする。変なこと。そう、今はそんなことないよっていう。なるほどね。私もだから黒歴史だよ、中学の頃。やっぱね、になります、ね。でも、なんだろうな。でもなんかこう、中学生ってなんか謎に、なんか何でもできるみたいな。そっち系か。感に目覚める。あれでしょ、なんか中二でしょ。そう、中二。中二感。でも我はなんとかの。そう。私どっちかっていうと、なんか自分めっちゃ運動できないんだけど、うん、
できそうだけど、ね、ダメなんですよ。なんか足速そう、めっちゃ遅い、遅い、やってない、短距離走系な気がする、ね、なんか筋肉全然つかないで、あ、そうなんだ。だから運動が全然ダメなんだけど、ってことは太らないんじゃない、だってさ、どんどん太らないから脂肪になるんじゃない、え、違う違う、筋肉が脂肪になるんだ、わかんない、まあでもそう、だから運動できないのにできるか、できると思ってて、私いける、そう、私いけると思ってて私の部屋2階、一軒家なんだけど、2階でベランダがあって、ちょっと屋根がピコッてやって、下はもう全部庭みたいな、ちょっとこう、ワルに目覚める中学生なんか深夜徘徊したりとかするじゃないですか。え、2階からこうやって降りてるの？2階から降りれると思ってます。あ、降りれ、ジャンプで降りれんじゃねえかって思ったの。でも、だから夜にこうみんなが寝静まった後にドアを開けて、憧れる、ベランダに出て憧れる、一回憧れるじゃない、憧れる、で、ちょっとコンビニにちょっと行って帰ってくる予定だったの。ああ、それだけなんだね。そう、それだけのつもりだったんだけど、意外とでもね、2回からジャンプしても大丈夫は大丈夫だよ。でも、ちょっと運動神経悪かったから足くじいちゃってママに怒られる系ね。そのままだから、本当はで、そーっと家に入るはずだったのに、くじっちゃったから、パニックになっちゃって、それパニックになるのかも、玄関のチャイム鳴らしちゃったの、お母さんピボーみたいな、それ落ちたら止まるよね、だから、降りて、反対側だったんだけど、玄関は頑張って反対まで歩いて、泣きながら、チャイム鳴らしてピンポンピンポン、私やばいね、中学生みんなやばいね、いや、私降りたと思ったから、その時痛くてやばいと思って、もうそういうのじゃなくて、とりあえずお母さんを起こさなきゃと思って、ピンポン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 って言って、お母さんって言って、お母さん、まあなんかこんな深夜にこんなピンポン鳴らしてて、絶対なるじゃん、やばいのが来たのに、もしかなんか親戚とかが何か急用ができたとかするかなと思って、もうすごい勢いだけど、娘が泣きながら立ってるの、やばいじゃん、なんかめっちゃ面白い、あんたいるのみたいな、なんでそこにいるのって、そしたらちょっと私も泣きながら、ちょっと2階から降りたら、何みたいな、どういうことみたいな。めっちゃ面白いです、家入れてもらって泣き止むまで待ってもらって、怒られた、お母さんにちょっと2階から出たくてみたいな、なんで階段を使わないのって言われて、正論正論、まあねみたいな、正論すぎるんだけど、その時はもう深夜だったし、お母さんも寝たいし、私も寝かせた方がいいってなって、もう部屋戻りなさいって言って、戻されて、起きた時の恥ずかしさ起きて、やばい、リビング行きたくない、え、なんかね、そう、中学生の時ってやらかしたらすっごい恥ずかしいなって、後でめっちゃ恥ずかしくなって、中高生ね、ちょっとね、でもあの時はちょっと悪に目覚めたんだから、悪に目覚めた、髪染めようかなとかね、そうそうそう、染めなかったけどねこう、あの、こう、学校の決まりがね、そう、決まりはね、こんな校則は終わった？ね、あ、ちょっと待って、あの人あれ面白くないからいいよ、と私はいいよ、グルーンばっかり聞いてて、グルーンばっかり聞いた方がいいよ、行ってけ、行ってけ、可愛い、短いよ、短いよ、え、でも短いでしょ、尺取れ式、どうなのこれ、ちょっと面白いかもしれないけど、面白い方がいい、面白いかな、なんかね、単純な話なんだけど、家帰ろうと思った時に、それも私、中学なんだよ、私家帰るのよ、やっぱ中学なんかあるんだよね、あるあるある、なんか家全員留守だったのね、で鍵なくて、でもいつもなんかトイレだけは開いてることがあったから、少しだから窓がちっちゃいんだけど開いてて、よし行けると思ってそこら辺をと思ったの、頑張って分かるかも、分かる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 、私も行けると思ったのね、行ったらさ、すごいポーズで、もう私の状態で挟まって動き出しちゃって、漫画みたい、もうね、やばかった、ベルに出られなかったね、やっぱね、あるそう、お役に入ってくるのにさ、いけるでしょ、行けるって思うよ、そう、ちょっと例えば本当に学生に中
家帰ってすっごいトイレに行きたくて、でも鍵閉まってるトイレの小窓から入ろうから無理だみたいな。あるあるかな。ある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 。さあ、はい、じゃあもうこの動画ちょっと短めにいきますかね。はい、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 じゃあこれは10日後から20日以降の予定が20日以降、あるかも。わっ、おや、へい、へい、何秒、何秒、日本酒紹介バラエティ2014 10月の回。あ、それ、あれ、あれ違った、あれ違った、告知、告知、告知、かわいい、かわいい、かわいいよ。ちょっとね、あ、ちょっと酔っちゃったかもしれない。酔っちゃった、酔っちゃった、かわいい。20日以降行け。あ、ない、これ、これじゃん、これ、これ、これ、いや、じゃあ、これいけるね。これもいけんじゃん、旅行行ける、旅行、旅行行けるか。もう一回行っとけ、もう一回行ってます。言うだけ言うとけ。10月28日渋谷アイドルフェスティバル出演します。フラキョン出ます。モデル出演します。みんな見に来てください。はい、10月30日東京ボイスコレクションに出演します。はい、ちょっと髪型とかポップな感じでちょっと変わった感じでやるので、みんな応援しに来てください。はい、お願いします。すごいガチなモデルさんの服つなぐスラスラ言えるよね。すごい、すごいな。予定があるし、うん、予定があるよ。なんか今トゲがあるよ。なんか映るかとかわかんないけど、雑誌の撮影が19日にある。それだけ。それの発売は？発売多分11月です。ピナップ。まだ結構先。先。うん。じゃああとはまあツイッターなりブログなりで。ツイッターなりブログ見てください。あ、待望のビッグニュースがあるのか。ビッグニュースがない。本当に。で多分、じゃだから映画だから完成が分かんないです。なんか2015年みたいな、2015年になるかもしれない。まあ、映画はそう、1年半ぐらい手が使えられないっていうのは、とりあえずこのままうまく今に2本出てて、もしかしたら11月にもう1本入るかもしれないので、このままいけば Twitter かブログで告知ができるはず。読んであげてください。ぜひ皆さん見てください。女優さん、女優さん、お願いします。じゃあ、ルミコの酒、はい、今回指片手で教えてください。 あなたの好みは何本ですか。せーの、ドン。あ、おや、おや、その心は。今度こっちから、こっちから。これやっぱちょっとさっぱり系、結構辛口系、私はやっぱこっち系の方が好き、って思った。そうだね。でもなんかね、ちょっとまだいけんなっていう。まだいける。もうなんかやっぱなんかパッケージのインパクト、なんか絵とか描いてあるとすごいやたら期待しちゃって、私。あ、期待感ね。期待感ね。そう、美味しい、すごい美味しいけど、てかなんかいつでも飲める感じはする。そう、妄想派だからさ、しょうがないんだけど。じゃやっぱでもなんかいつでも飲める感じがいいなって思った。そのタイミングを選ばない。最初でもいいし、あとでもいいし。そう、なんかいろいろ合わせられるかなっていう感じがしたかも。そう、あ、そんな感じ。はい、そうだね。だから1本目に来たら多分5なんだけど、3本目に来たからもうちょい、もうちょい酒感があってもいいかなみたいなの3です。はい、なんか飲みやすい、さらっとしてて、うん、甘くはないけど、初心者でもそう、なんか重くの残らない感じ、さらっと飲んで、座って消える感じが飲みやすかったので、明日仕事でも OK。 OK、 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 うん、はい、はい、わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあタイトルコールに終わりにしましょう。はい、はい、せーの、日本酒紹介